本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。昨年の、続きまして、また今回ジュオンザファイナルを監督させていただくとなりました落合です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして平田蘭子さんお願いいたします。お時間割いてくださってありがとうございます。ショーの前役をさせていただきます平田愛理です。今日は短い時間ではありますがよろしくお願いします。それでは、小林監督お願いいたします。年男役を演じます小林海です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最初の佐伯さんお願いいたします。前作に続き佐伯佳代子を演じます最初美咲と申します。またこうやってご挨拶できて嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様椅子をご用意させていただきましたのでおかけいただきましてお話を伺えればと思います。そしてここでスチールカメラマンの皆様にお願いです。ここから今の心境はいかがでしょうか。そうファイナルっていうことで、まあ、去年の撮らせていただいたのはちょうど10本目だったんですね。ビデオから始まって外国作品も含めてでここに来てファイナルということで、まあ、清水さんがこう見落としたもう本当に誰もがこう勝てない立ち向かえない恐怖の凝縮された映画をですね、さらにまあ熟成発酵させてでなおかつまあ現代の若い人たちが見ても、怖がれるというか楽しめるというかいう映画にすることで今も後も悩ませつつスタッフと今協力して準備している最中です。はい、ありがとうございます。では続きまして平さんに伺いたいんですが本作しかも主演としてですねオファーを受けた時どんなお気持ちだったでしょうか。最初会社の方から聞くんではなくて周りの昔お世話になったスタッフさんに呪音やるんでしょって言われてえってあの呪音ってまさか自分だと思ってないのでいやまさか私聞いてないよっていうことを言ってたんですけど実際こう日が衣装合わせが近づくにつれて呪音やるよって言われてもうあの有名な呪音しかも私がすごく究極の怖がりなので本当に信じられなくてまだその呪音やるんだっていう実感がなかったんですけど先ほどお祓いをして
ようやく実感湧いてきまして、怖い怖いって言ってられないなっていう思いになりました。そうですか、いよいよ来たなといった感じでしょうか。そうですね、はい、はい、やらなきゃなっていう気持ちになってきました。ありがとうございます。続きまして海君に伺いたいんですけれども、今回も年男役ですね。改めてこの役を演じると聞いた時にはどう思いましたか？前回の撮影が楽しかったので、この話が来てまた監督や佳代子お母さんや皆さんにまたお会いできると思ってすごく嬉しかったです。そうでしたか、ね、平さん楽しかったっていうのを聞いてえーって今驚いてらっしゃいますけれどもね。信じられないですか。そうですか、これから来るべき撮影がどんなものなのかまだね予想もつかない状態かとは思いますけど、じゃあ続きまして最初さんに伺いたいんですけれども、はい、同じく前作に続き佳代子役ということで声がかかった時にはどう思われましたか？本当に嬉しかったです。もう私はあれからずっと日記に続編やりたい続編やりたいってこうやって書いてたので私の呪いが落合監督に通じたかなと思ってすごい感激しました。でもザ・ファイナルという文字を見た時にですねすごく身が引き締まって、今回平愛梨さんを共演させていただくということで、彼がすごい楽しかったって言いましたけれども本当に温かい現場でした。ただ私たち本当はすごい心苦しいんですけれども全力で脅かしに行きますのでどうぞくれぐれもよろしくお願いいたします